どうも愛嬌です。今日はですね TT&CO さんのヘルメットマットマスクを紹介したいと思います。皆さん EXILE とかも所属する LDH のアーティストが多数出演しているハイ&ローというシリーズご存知でしょうか。僕は動画配信サイトで見たことがあるんですけれども、もともとはテレビドラマとか映画のシリーズだったそうです。僕みたいなバイクが好きな人がそのハイ&ローシリーズ見るとですね、正直物語そっちのけで、もう登場するカスタムバイクがめちゃくちゃかっこいいんですよ。なのでね、あのバイクどこで作ってんだろうっていうのをねすごく気になる人が多いはずです。そんなハイ&ローシリーズの演者が被ってるヘルメットがTT&CO さんのマットマスクなんですよ。ハイ&ローのシリーズっていうのもねかなり世界観的にはカオスなんですけれども、このマットマスク、正直名前の通りなんですけれども、こちらはマットマックスの世界観を踏襲したヘルメットとなっています。見た目はもう完全にこう世紀末感漂うようなイメージなんですけれども、実際に被ってみたらどんな性能なのか今回はチェックしてみたいと思います。はい、それではマットマスク紹介していきたいと思います。箱がこんな感じです。この TT&CO さんのねロゴがかっこいいんですよね。箱一周回しましょう。はい、黒いシンプルな箱にねこの TT&CO さんのロゴがプリントされているような形になります。では実際に開けてみます。はい、ヘルメットこんな感じで袋に入ってます。この袋は黒なんですけど、この黒いヘルメットにこう TT&CO さんのですねロゴがプリントされてます。でこの紐なんですけど、引っ張ってもこれくらいの長さまでにしかならないので、ちょっと肩掛けして持ち歩くのは難しそうですね。でこのヘルメットの袋の内側なんですけど、こちらは裏起毛が採用されているので、ヘルメットを入れて持ち歩くときに、ヘルメット自体が傷つかないように工夫されてます。じゃあ中身開けていきましょう。はい、こんな感じになります。どうでしょう、僕のチャンネル史上一番いかつい感じのヘルメットっていうような感じじゃないでしょうか感じですね。でこれシールドがついてるんですけど、これはですねちょっと本来はオプション扱いなんですよ。後ほど詳しくこの点は触れていきたいと思います。ちょっとね付属品引き続き紹介します。はい、付属品って言ってもですね、残りは本当に説明書とあとねステッカーっていう感じなんで、本当にシンプルな感じですね。こちらがヘルメットの取扱説明書になるんですけれども、本当にシンプルな感じですね。安全上大切なお知らせとか警告とか、おそらくね、こう規格のヘルメットにはつけなきゃいけないような説明書なんじゃないかと思いますね。でもう一個がこちらです。こちらはシールド取り付け説明書となります。先ほども言ったようにシールド本来はオプション扱いになりますので、後からシールドを買った時にどういうふうに取り付ければいいのかっていうのがこちらで書かれてますね。で最後がこちらです。はい、TT&CO さんのステッカーですね。TT&CO さんすごくねデザインにこだわってるメーカーさんなんで、僕個人的にはこのねステッカーもすごいかっこいいなと思います。ヘルメットとかに貼ってもいいですけど、工具箱とかにね貼ってもすごく映えそうな感じがしますよね。ではこの後実際に機能性とかデザイン性に触れていきたいと思います。はい、では見た目機能性触れていきます。さっきもちょっと見てもらいましたけどね、一応一瞬もう一回見てもらいましょう。こんな感じです。はい、本当に完全な世紀末感漂う感じのヘルメットのデザインですよね。でこちらはですね、公式的にはマットマックスの世界観を踏襲したデザインとなっているということなんですけれども、これは本当に僕個人の意見なんですけど、僕個人的にちょっと北斗の拳の世界観が近いかなっていう感じがします。北斗の拳見たことある人いらっしゃいますでしょうか。かなり昔のアニメですけど、僕のイメージでは北斗4兄弟の3番目の兄弟ですね、ジャギっていう人がヘルメットかぶってるんですけど、そのねジャギが被ってるような感じのヘルメットに見えますね。有名なセリフとしては俺の名前を言ってみろっていうのがあるんですけど、ジャギ様こんな感じのヘルメットを被ってたようなイメージです。でやっぱり見た目の特徴は何といってもこのマスクですよね。でこのマスクなんですけど、初めからついているという感じではなくて、もともとのジェットのヘルメットに対して後付けしてる感じなんで、こんな感じでいかついんですよね。ここにビスが見えると思うんですけど、このプラスチックのビス2点でですね、規格のヘルメットにこのマスクをつけているという形になります。
こちら裏返すとですね、規格が貼ってあるんですけど、この部分ですね、 PSG と SG の規格を取得したヘルメットとなっています。で、まあ、こちら後からこのプラスチックのビス2点で固定されてますので、まあ、取り外すことももちろん可能なんですけど、このね、1種類だけじゃないんですよね。マスクのデザインが他にもあって、例えばマスクがちょっと傷ついてしまったとか、塗装が剥げてしまったとかっていう時に、まあ、別のデザインのマスクが別売りされているので、まあ、それと交換することなんかもできます。で、ね、ちょっと本当によく見ないとわかんないんですけど、このマスクね、地味に左右非対称なんですよ。もうこうやってパッと見だとそんなにわかんないレベルなんですけど、あえて左右非対称にすることで、なんかこの武骨さとかね、ワイルドさを出しているような感じがしますね。寸法ずれちゃったんじゃないのとか思う方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、この TT&CO さんでもデザインとかに関してはもう半端じゃないこだわり持ってるんですよね。江戸川区のメーカーさんなんですけど、僕もね、江戸川区のパーツメーカーに勤めてたんで、結構ね、関わりはあったんですけど、すごいね、デザインとかこだわってる方たちなんで、このね、あえて左右非対称に仕立ててる感じがまたかっこいいなと思いますね。で、このマスクなんですけど、こちら、まあ、さっきも言ったように種類がいろいろあるんですけど、共通の特徴として、このね、上の部分、ここ分かりますかね、このボルトナットがね、刺さってるんですよ。これ多分5ミリぐらいの六角のボルトが刺さってて、ナットで固定されてるんですけど、まあ、こんな感じでですね、シールドを下まで下げた時に引っ掛けてロックするようになってるんですよね。これも結構強引な感じですけどね、すごいですよね。で、マスクの下の方にはですね、こういう感じの常時開放されているベンチレーションがついてます。で、ただね、これ内側見てみると、もうマスクの内側ってもう直接ここから外気を取り込む形じゃなくて、内装がね、1枚貼られてるんですよ。なんでその内装がある程度干渉しちゃうので、まあ、スルーした感じで風がガンガン入るってことはないはずですね。まあ、後ほど実際乗ってみてですね、この辺はどれぐらい風を通すのかっていうのは体感してみたいと思います。で、今回ヘルメットと一緒にこのオプションのシールドもお借りしました。で、このシールドはクリアとスモークとクリアミラーの3色が用意されてるんですけど、このマットマスクを購入するときに同時にシールドも購入すると、装着サービスになって取り付けがされた状態で購入者に送られてくるんだそうです。ヘルメットっていうとね、この額の部分にはロゴが入っているのが、まあ、普通なんですけど、すごいちっちゃいですよね。すごい主張しない感じのステッカーが貼られてるんですけど、まあ、かなりクラシックな感じで、僕はね、結構本当 TT&CO さんのこのロゴ好きなんですけど、もしね、よりなんかこう世紀末感とかを出したいんだったら、この辺のロゴはね、剥がしちゃってもいいかもしれないですね。これステッカーなんで簡単に剥がすことはできます。で、この後頭部のね、規格ステッカーに関しても、まあ、正直ね、ちょっと剥がしちゃいたいところではあるんですけど、まあ、剥がしてもね、問題は正直ないんですよ。ただ一応この規格の境界的には故意に剥がすことはしないでくださいっていうのは言ってるので、まあ、あんまり剥がさない方がいいのかもしれないですね。で、こちらは、まあ、今回外しませんけど、マスク外すことができますので、外して普通のジェットとして使うこともできるんですよ。で、ジェットとして使う場合には後ろにこういうですね、フラップがついているので、まあ、ゴーグルとかのね、バンドをここに留めとくことができるんですよね。で、これですね、シールド外してちょっとゴーグル引っかかるのかっていうのもやってみたんですけど、この開口部がね、そんなに広いわけじゃないんですよ。まあ、こんな感じでですね、このマスクつけるとこの開口部があんまり広いわけではないので、この部分にね、ゴーグルを収めるのは僕が持ってるゴーグルだとね、収まらなかったですね。まあ、デザインによってはもしかしたら収まるのかもしれないですけど、まあ、現実的ではないのかなと思います。で、顎紐ですね。顎紐に関しても最近流行りのラチェットバックルとかを使うことは全くなくですね、普通にこういう D リングの顎紐を採用してますね。はい、続いて内装を外してみました。外せるのはですね、このトップ内装と、あと左右のチークパッドですね。左右のチークパッドを外すことができます。このマットマスクはですね、サイズがフリーサイズになります。だいたい M から L サイズ相当ということなんですけれども、この頭の周りですね、この頭の周りのサイズがちょっと合わないなっていう場合は、
サイズ調整用スポンジっていうのが550円で売ってますので、そちらを別途購入して合わせる形になります。で、僕はこのマットマスクではないですね、他の TT&CO さんのヘルメットを使ってるんですけど、まあ、そちらもですねフリーサイズで M から L 相当っていうサイズなんですけど、僕普段 M サイズのヘルメットかぶってますけど、このサイズ調整用スポンジ実際貼ってます。なので普段 M サイズのヘルメットを使ってるっていう方はサイズ調整用スポンジ使った方がいいと思います。で、こちらのチークパッドなんですけど、この表面は起毛処理されていて肌触りがいい感じになってるんですけど、他の部分はですねメッシュの素材が採用されているので、まあ、汗をかいた時とかに通気性が良くなってるのかなと思いますね。で、結構この厚み自体もしっかりありますね。クッション性もしっかりしているので、これは結構フィットしそうな感じがします。で、トップ内装に関しても結構ねこの頭の周りのクッションはしっかりしたものが使われていて、マットマスクね結構価格的にはそんなに高くないんですよ。そんなに高くない割には全体的な質感とか内装の質感はすごくいい感じがしますね。で、こちらのですね、こちら後頭部に当たる部分なんですけど、こちらにねなんか TT&CO さんのワッペンみたいのがついてます。これもデザイン的には結構かっこいいですよね。で、さらにですねこの内装を外した包帯の方に目をやってみると、こちらのですね顎紐カバーなんですけど、こちらの顎紐カバーは結構分厚い革が使われてるんですよ。結構硬いんですけど、この部分はね結構質感高いですね。外すことはできないです。で、それとこの顎紐自体なんですけど、ちょっとね見てもらうのこの価格だと難しいと思うんで、後で撮影した写真当てときますけど、ヘルメット本体にですね金属のリベットみたいので固定してるんですよね。この辺の武骨さもねかなりワイルドでかっこいい感じがしますね。この後重さを測ってみたいと思います。それではマットマスク重さを測ってみたいと思います。まあ、今回はオプションのシールド付きの重さとなります。では実際に乗っけてみます。1178g。 うわ、びっくりするぐらい軽いですね。これフルフェイスのヘルメットの中ではダントツに軽いと思います。この後ね実際にかぶって走ってみたいと思います。さあ TT&CO さんのマットマスクかぶって走り出しております。まずですねこちらのマットマスクのサイズ感なんですけど、まあ、こちらフリーサイズなんですよね。で、一般的にフリーサイズっていうと結構ブカブカな感じをイメージする方が多いんじゃないかと思うんですよね。実際に例えばマルシンさんとかリードさんのフリーサイズのヘルメットって結構ねかぶりやすさを重視してサイズ感的に結構大きめのサイズになってるんですよね。ただこの TT&CO さんのフリーサイズはですね極端にブカブカっていう感じはしないですね。ただ僕が使ってるですね、トゥーカッターという TT&CO さんのヘルメットあるんですけど、やっぱりね頭の周りは調整クッション入れてあるんですよね。やっぱ M サイズ使う方に関しては調整クッション入れた方がいいとは思うんですけど、一般的なヘルメットフリーサイズのものに比べると割とちょっときつめにできてるんじゃないかなと思います。で、これ被るときにですね結構顎ひまグッと引っ張んないと被れないんですよ。ただそうは言ってもヘルメットの開口部が極端に狭いというわけではなくて、チークパッドもねそんなに圧迫感があるわけじゃないんですよ。もともとジェットのヘルメットにマスクをつけているのでチークパッドもジェット用なんですよね。なんで頬の方までしっかりチークパッドが来てるっていうこともなくてですね、チークパッドにグッと潰されてる感じもないです。ただじゃあなんでこんなに広げないとつけられないかというとですね、これビスでマスクを固定しているので、このビスのトルクで若干こう被る口の部分のシェルが絞られてるんだと思うんですよね。なので被るときはちょっときついかなと思うんですけど、グッと広げて被ってしまうと圧迫感はないですね。むしろ僕個人的にはなんですけど、チークパッドはちょっと圧迫感がある方が好きなので、これね残念ながらチークパッドのサイズ展開はないんですよね。
トゥーカッターの方はチークパッド違うサイズとかも販売されてるんですけど、こちらはねチークパッド他のサイズないんですよ。その点はちょっと残念ですね。ただまあ結構チークパッドは緩めなので、まあ、例えば今みたいにこうやって話しながら走るとかインカムで通話するとかっていう時はそんなに圧迫感がないんでいいかもしれないですね。シールドの開閉はちょっと癖がありますね。これシールド自体に穴が開いてて、その部分にねボルトが引っかかることで不意に開かないようにロックされてるんですけど、開けるときはですねこの左側の方に突起があるので、シールドの左側の方を若干なんていうんですかね、外側に押しながら開くと普通に開くようになりますね。今開いてるんですけど、で閉めるときもこれまっすぐにシールドをやるとこれ閉まりきってないんですよ。ボルトに当たっちゃってるんですよね。だからやっぱりシールド自体をちょっと前の方に押しながらやる形にすると閉めることができます。今まだ開いてるんですけど、若干シールドをねこうグッと前に押してやると今カパッて音がしたと思うんですけど、しっかり閉まるというような形になりますね。まあ慣れるのはどうってことないんですけど、初めはねあれ引っかかっちゃうなって感じがあるかもしれないですね。前の部分の開口部は見るからに狭くて視界はだいぶ絞られるのかなっていうのを覚悟してたんですよ。ただ正直言うほどでもなかったですね。もうめちゃくちゃ狭いんだろうなっていうふうに思ってたんですけど、この真ん中の部分はね結構グッとこう鼻の部分の方にマスクが来てるんでギュッと絞られてるんですけど、その左右の部分はねちょっと下の方に広がってるんですよね。この形状のせいかもしれないんですけど、割とそんなに極端に圧迫感を感じるっていうことはないですね。であとこのシールドオプションでシールドがあるということで、大して見ずにじゃあシールドもちょっとつけて送ってくださいっていう風にお願いしたんですけど、まあ、さっき撮影した時もそうだし今もね結構今日気温低いんですよ。雨上がりで割と気温が落ちてるんですけど、だから吐く息でそこそこシールドが曇るんじゃないかなっていう風に思ってたんですけど、そんなに曇らないですね。もしかしたらちょっと曇り止めを加工とかされてるのかもしれないです。包帯はもう時速値でもかなり軽かったですけど、もうめちゃくちゃ軽いですね。僕みたいに肩とか首に凝りを抱えてる人はねこれは最高なんじゃないですかね。でやっぱりねフリーサイズの割にしっかり内装がしてるっていうのがすごくプラスに働いてる気がしますね。そんなに激しく首を振らなければ、首を振ってもねそんなにヘルメットがずれる感じもないんですよ。だからね極端に負担がかかるっていうこともないですね。いやこの軽いですね。本当首肩こり持ってる人これはいいんじゃないかと思いますね。風切り音はちょっとジェット寄りって感じですね。フルフェイスの静粛性っていう部分には満たないかなと思います。っていうのもねこれ結構下からの巻き上げの風がまず入ってくるんですよね。だからとにかく顔全体が寒い今日なんか気温が結構低いので顔全体がね寒いなっていう感じがあるし、なんか多少ねマスクとシールドの間に隙間があるんですよ。でこの隙間の部分からもおそらく多少風が入ってきてるんだと思いますね。で口の部分の下にある常時開放のベンチレーションの部分なんですけど、どちらかというとここから入ってきてるというよりは下の方からの巻き上げの風が入ってきてるなっていう感じがしますね。高速道路に入って70キロから80キロぐらいのスピードで今巡航してます。高速に入るとですねやっぱこう入ってくる風の量がかなり増えてくるので、この時期はちょっと寒いなっていう感じがやっぱりありますね。ただこう速度が上がってきてもなんか極端にうるさくなってる感じはそんなにしないんですよね。下からの巻き上げの風自体はやっぱ入ってきてるんで結構ゴー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 っていう音にはつながってると思うんですけど、このヘルメットが風を切ることによってピュー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 っていう感じの、ね、音はそんなにしないんですよ。マスクがね結構いびつな形してるので、このマスクが風を切るような音が結構するんじゃないかなっていうのを想定してたんですけど、そこはそんなにないですね。この点はちょっとびっくりしました。で結構ね今走ってるエリア継ぎ目があって、この継ぎ目をねこう越えると多少やっぱりヘルメットがずれる感じがありますね。チークパッドもねフリーサイズの割に割とちゃんとフィットしてくれてはいるんですけど、まあ、これサイズ調整用のスポンジも使ってないので頭の周りもね若干緩いんですよね。だからこういう段差を越えた時には多少ヘルメットがずれる感じがあります。頭をこうやって車線変更の時とかにですね振ってる感じではそんなにずれることがないので、なんかゆるゆるっていう感じではないんですけど、もう段差の時とかはねやっぱ多少ずれる感じどうしてもありますね。
空力的な面に関してはもうこの形しているので、うわあらあかんやろ。そう、この空力的な面に関してはね、もうこの形してるんで結構もうあかんかなというふうに思ってたんですけど、顔をね横に振ると多少風の抵抗を感じるんですけど、ただねまっすぐ運転してる分にはそんなに感じないですね。この点もちょっとびっくりだな、まあ、このヘルメット基本的には形がかっこいいって思って買うヘルメットだと思うんですよ。ただね性能の面に関してもそんなに悪くないですよ。僕が想像してたよりははるかに高性能な気がしますね。あ、100キロくらい出してると多少ヘルメットが振られる感じがあるかな。80キロぐらいのまでの巡航だと全然気にならないんですけど、ちょっとねスピード領域を100キロぐらいまで上げてくると多少ヘルメットが振られる感じがありますね。はい、というわけで今回は TT&CO さんのマットマスク使ってみました。まあ、正直ねこのヘルメットに関してはもう見た目がすごいかっこいいので、見た目かっこいいから別に機能はいいっしょっていう感じで思ってたんですけど、僕が想像してた以上にはですね機能性も非常にいいなっていうふうに思いました。僕個人的に普段は Z7、Z8 という省エネのヘルメットを使っていて、まあ、すごくねトータルバランスに優れたヘルメットなんで気に入ってるんですけど、まあ、撮影の時とかにちょっと映えを狙いたい場合は省エネの EX0 かもしくは TT&CO さんの2カッターを使ってたんですよ。ただこのねマットマスクもまずね帽体がめちゃくちゃちっちゃいですね。写真を撮るときにやっぱヘルメットの部分がちっちゃいんで映えるんですよ。だから僕みたいにね身長が低いライダーなんかはこのマットマスクは本当にいいんじゃないかと思いますね。ただこの時期に関してはストリートジェット並みに結構ね下からの巻き上げの風が入ってくるんでちょっと寒いと思うんですよね。夏場なんかは最高なんじゃないかなと思うんですけど、普段ですね結構しっかり高性能なフルフェイスのヘルメットとか使ってる人に関してはちょっと寒さを感じるかもしれないですね。これジェットベースなんでチンカーテンとかもついてないんですよね。だから普段チンカーテンとかつけてないっていう人はあんまりもしかしたら気にならないかもしれないですね。今回の動画が少しでも参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。 Twitter と Instagram やっております。概要欄の一番下の方に URL もありますのでよろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信させていただきます。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。